最近ちゃんとね、加湿できてて、36とか42とかになってて、あ、今日ちなみに加湿じゃないわ。空気清浄機の日だったらしいよ。119でいい空気か。あ、なるほどね。でもよくてっきりさ、なんか水入れるねーとか言ってさ、ツイートしちゃったけどさ、リプライでさ、それは加湿器だよ、みこち。みたいな。それは加湿だよって。違うもん、シャープさんの空気清浄機は加湿も兼ねてるんだよーっつってね。そう、間違えちゃったけど、まあ、シャープさんのやつだからということでね、許してもらって。公式がツイートしてた。あ、リツイートしてたね。あ、そう、見た。なんか新しく、画期的なね、やつ発明してたんだよ、シャープさん。魔法使いに近づいたぞ、とか言ってた。すげえ。パーシャープさんよな。やっぱシャープさん魔法使いになれるって思ってたからね、ニコも。信じてますからね。そう、電源なしでね。なんだろう、なんかギターとか音楽系の人とか楽器のやつなのかな、よくわからんけど、すげえよね。これは発達したらもういつかはやっぱり水がなくても空気清浄機とともに加湿ができる空気清浄機プラス加湿器ができるはず。これは確信したの。調湿剤だ。そう、湿度を調節するんだって、保つみたいな。そのうちでそう、もう出るね。なんなんも作ってると思うよ、逆に。楽器ケースに入れとくやつな。楽器ってなんかその湿度によって傷んじゃったりとかするんでしょ。すごいね、重宝してますね。革命だわな。ニュースになってたもん。高価なマイクもね。あ、そう、マイクもね、そう、湿度ね、調節しないとダメらしい。そう、それはね、知ってる。ねえ。